位の北村に大差をつけているのが菅原理沙。独特の入りですね。そうですね、今回乗ってますね。昨日もこの平均台では 9.050 で4種目すべてで9点台を出しました。菅原現在トップです。宙返りの連続も問題ありません。現在2位以下に大きく差をつけています。2種目終わった時点で 1.562 の差。この2日目に入っても差を広げています菅原です。難しいジャンプも問題なくまとめてきてます、ひねってきました。いいですね、後ろ飛び倒立につなげました。この平均台の安定感が一つ今年の大きな特徴です菅原理沙。着地も決まった。屈伸2回宙返り降り、非常に安心して見てられる演技ですね、何か風格のようなものさえ感じますね。そうですね、今回技のキレもそして表情もすごくいいですね。この笑顔とそしてあの演技を行う時の鋭い表情ですね、はい、非常にメリハリがつくようになりました。この宙返りも10センチの平均台ピタリと吸い付いていますね。菅原の時だけ何か平均台の幅10センチが広くこう感じる時がありますけどね。そうですね、フィニッシュもピタリと決まりました。その菅原です、今日も9点台、いずれもこの3種目2種目ここまで出しています。その菅原のまず跳馬をご覧いただきましょう、はい、1本目です。この跳馬も注目です。ロンダードから半分ひねってその後前方抱え込みの宙返り、また2分の1ひねりと、はい、これは2本目ですね。2本目ですね、2本目は前方の屈伸の宙返り。特に1本目の飛び方は今回初めて挑戦してきた飛び方。トップを行きます菅原、菅原の段違い平行棒振り返ってみましょう。今日の2種目目です。最初に慣れ技が2つ入ります、はい、まず1つ目、今度は上から下にです。そして今度はひねり技の連続です、はい、まず前方の2分の1、そして後方車輪の1回、はい、そしてトカチェフ。高いですね。そうですね、この段違い平行棒も切れ味が増してきました。最後は前方抱え込みの2回宙返り、 E 難度で半分ひねってますね、はい、E 難度で降りてきましたね、はい、その段違い平行棒は 9.25 です菅原理沙。その菅原理沙の段違い平行棒をちょっと分析してみましょう。特に佐藤さんが注目されるのは、そうですね、今回このひねり技からのトカチェフ飛び越しに注目したいのですが、非常に高さがあることで、ここですね、はいはい、この高バーですね、高い方のバーが2メートル45センチ床からあるんですが、それからさらにこれだけの高さ浮いてますので、ということは3メーター以上ですかね。そうですね、ここまで高さを出すにはアフリの技術、そして手首をうまく使う技術、とても高度な技術が必要になってくるかと思います、まあ、これだけ高さ、逆に言えばまた恐怖感との戦いとも言えると思いますけれどもね、はい、平行棒、そしてこの降り技も見事ですね、はい、E 難度で降りてきます。今回 E 難度で降りてきたのは菅原選手ただ一人ですね。そうですね、段違い平行棒です。先ほどの橋口選手の得点出ました、平均台は 8.725 です。さあ3種目が終わりました。いよいよ
これから4種目目に入っていきます NHK 杯。技もそうですが、気持ちの上でどう集中していくかというのは一つポイントだと思うんですよ。はい、現在のルールでは先ほどの平均台を見てお分かりの通り、落下がなくてもちょっとしたふらつきが大きな減点につながってしまうようなルールになってきていますので、その小さなミスも許されないというプレッシャー、これは非常に大きいと思いますね。はい、今日いずれも菅原は9点台。さあ最終種目、一般の床の演技が始まります。大畑です。現在3位です。曲はジゼル。4位以下は大差になっておりますので、これで北村の2位が決定です。そして菅原、最終種目この床です。この床は非常に得意としています菅原選手です。3種目終わって 1.962 の大きな差があります。前方の2回ひねりを持ってきました。曲はロスモロス。またひねってくる。はい、すべて連続技。もうここまでですでに5つの宙返りをこなしてますね。大差がありますので、菅原は 7.213 を上回りますと優勝が確定します。3連覇へ向けて最後の種目です。表情もいいですね。今ラインオーバーありましたか。そうですね、勢い余ってしまいましたね。ラインオーバーだけが心配と言っていた菅原コーチですが、ここから一つの見せ場、3回ターンです。 1,2 多少乱れがありましたが、この3回ターンが一つ見せ場でもあり、また課題でもあるんですね。そうですね、菅原選手の持ち味の一つですね。さあ最後のシリーズに入っていきます。真の2回宙返り、高いですね。見事に決めてきました。菅原梨沙、ラインオーバーはありましたけれども、この笑顔ですね。そうですね、まさに何かこうほっとしたと言いますか。はい、出来自体いかがでした。そうですね、ライオーバーのおまけがありましたけれども、菅原選手 の、 持ち味は十分に出された演技だったと思います。はい、何かこう勢いのような、そしてこう円熟味も感じさせるような、そうですね、床でしたね。はい、最初の前方の2回ひねりから前方宙返り、はい、ここですね、3回ターン、1回、2回、3回目が少しわずかにぶれてしまいましたが、床フロアが柔らかいだけに非常に、はい、このターンは難しいんですよね。しかしこの高さといい、この着地の安定度、最後のここは一段と高さがありましたね。はい、屈伸の2回宙返り、見事に決めてきました。もうこれでほぼ3連覇は確定です。そして北村が2位に、大畑は最後の最後に失敗がありました。菅原の得点まだ出ません。しかしもうこの笑顔、3連覇ほぼもう確定です。そうですね、この表情でもうこれまでに大差をつけてこの4種目目に入りました。 7.213 を上回りますと優勝が確定。これはもう間違いない。さあ続いて橋口です。曲はブエノスアイレスのタンゴから。橋口の床も非常にダイナミックですよね。そうですね、
回半を持ってきました。これも2回ひねりを含む3つの宙返りですね。ジャンプもスケールが大きいですよね、はい、158センチと身長が伸びました橋口です。今年の全日本インカレで2位、見事に復活を果たしました。まあ、去年1年間が苦しんだだけにこの大会も非常に期待されて入ったんですけれども、ここまでは力出してますよね。そうですね。ただ1種目目の跳馬のミスがもったいなかったですね、はい、高さがあります。この橋口 8.6 以上が出ますと奥本を抜いて4位に上がります。さ、最後のシリーズです。2回ひねりでまとめました。橋口美穂、しかしこの大きな体を使ってのこのジャンプ、そして高さですね。そうですね、はい、またあの大学生後半になって、また表現力も変わってきましたね。高さといい、この着地の安定性といい。さあ第1班、松本凛子です。松本は 8.60 以上で奥本を抜いて4位に上がります。この松本さんは最初に前方の2回宙返りという非常に難しい E 難度の技を持ってきますよ、はい、曲はバルセロナ。高い、素晴らしいですね。見事に決めてきました。前方宙返りから後方の2回半ひねり、非常にダイナミックな演技を見せます。アクロバット性も十分です。松本凛子、ちょっとバランス崩しました。この後注目は最後のシリーズですね。そうですね、最後に3回ひねりを持ってきますよ。ひねってきました。社会人1年生松本凛子、最後のあの後方伸身の3回ひねり、はい、高さも十分でした。そうですね、あの最後に持ってくるというところが素晴らしいですね、はい、さあ松本が、ここは高さですね、最初ですね、はい、前方抱え込みの2回宙返り、はい、E 難度の技です。これが最後の3回ひねり、多少ひねり不足が見られますが素晴らしいですね。連続技決まりました。決まりましたね。アトランタオリンピックの日本代表、そして鯖江の世界選手権でも日本代表を掴んでいます橋口。この大会は好調です。昨日は1日目終わった時点では5位でした。
現在2種目を終わった時点では9位まで順位を落としています橋口。ジャンプからひねって台上へ、これも非常に難しいジャンプです。いわゆる4分の3ひねりといく、そうですね、ますね、ひねりながらのジャンプですから、はい、屈伸の2回宙返り降りです。この辺のまとめ方はさすがベテランですね。20歳になりました橋口美穂、日体大の3年生です。やはり試合経験というのはやっぱ大きいですね。そうですね、特に予選会ではそういう経験も必要になってくるかと思います、はい、ここがあの4分の3ひねってからのジャンプ。そうですね、はい、最後はこの折り技です。屈伸の2回宙返り折り、まあ、身長も伸びて158センチ、まあ、去年は怪我に泣かされましてね、怪我とそれから体の具合もよくありませんでした。今年はいいですね、はい、さあいよいよこれで今3種目終わった時点で菅原が現在トップ変わりません。その差がさらに開きましたね、 1.962 とまた差が開きました。北村が2位をキープして大畑との差 0.10 とやや広げました。さあこのあたり佐藤さん、菅原のさあこのあたり佐藤さん